本校の、生徒の進路選択の特徴には2つございます。1つは国公立大学を志願する生徒が多いこと、もう1つが自分の興味や関心に応じて、進路選択をすること。この2つを叶えようとするのが本校の、進路選択の特徴といえます。実際に昨年度の卒業生は国公立大に 37% が進んでおります。私立大学には 45% が進んでいるんですが、この私立大学に進んだ生徒の多くは国公立大学も受験をしております。大学進学において、試験を受けて、受験をする一般選抜が 80% を超えておりまして、ほとんどの生徒が、筆記試験に向けて勉強を重ねております。で、大学に進んだ生徒なんですが、4分の3が理系です。その理系の中でも工学部や理学部が、4分の3以上を占めておりまして、その他医療系や農学系というふうに進んでおります。具体的にはこのような、国公立や私立の大学に進んでいるんですが、この中でも今赤い字に変えました、このような理系に特化した大学に進む生徒が多いというのも本校の特徴かと思われます。詳しくはホームページに掲載されておりますので、そちらをご覧ください。続きまして、進路に関する本校の取り組みなんですけれども、一つの柱として、自主的に学習をする、そういった環境を作ることと、言えます。で、一つは、学習場所を充実させるということで自習室を完備しております。教室以外に常時150人が勉強できるように、部屋を用意しております。次に模擬試験を使いまして各自の実力が測れる取り組みをしております。1年生2年生については1年間に5回で、3年生になりますと1年間に9回模擬試験を受けることになっております。その他学習機会を充実させるということで朝学習や土曜講習、そして夏季講習を用意しております。で、朝学習なんですが、先ほどから何度かもうお話に出てきていると思いますが、あくまでも自主的に参加をさせております。で、3年間この朝学習をしっかり取り組んだ生徒というのは、大体希望した進路に、進んでいるということが言えます。土曜講習や夏季講習なんですけれども、土曜講習は約月に2回程度、そして夏休みの間には夏季講習というのは用意しておりますが、このようにたくさんの生徒に参加してもらっております。内容は基礎から応用まで、そして教科書や授業ではやらないような教養の内容までを含んだ内容で講義を行っております。そして進路の取り組みのもう一つの柱なんですけれども、進路に向けた意識を作っていこうということで、一つは担任を中心とした面談をやっております。そして高校の先生たちだけではなくて予備校や大学から先生をお招きして進路の講演会というのを行っております。これは生徒向けもありますし保護者向けもあります。で、大学やその先の学問を知るということで、大学の先生をお招きした進路ガイダンスというものをやっております。これは実際に大学の先生においでいただいて、大学の講義を実際高校生にやってもらうといった取り組み、そして一番下にありますが東大や東工大に進んだ卒業生にキャンパスに招いてもらってキャンパスを案内してもらうというようなキャンパスツアーも用意しております。そして本校の特徴である進路フォーラムというのを毎年8月に開催しております。この進路フォーラムというのは各分野で活躍する卒業生が各自の研究内容や大学での生活を直に後輩に紹介してくれたり相談に乗ってくれたりということをやっており、毎年好評を得ております。まあ、今年はこういったコロナの影響もありましてなかなかそれができませんので、
今回はオンラインで実施できるようにというふうに今の準備をしております。で最後になりますが、本校の学習というのは先ほどから説明がありましたこのように、特色のある学習がいろいろ揃っておりますけれども、それらが実を結んで、全国的にも今話題になっております探究的な学習を重視しながら、大学入試にもしっかりと対応できる、そんな進路指導を行っております。私からは以上になります。ありがとうございました。